日本国神奈川県横浜市中区西汐町西汐町は神奈川県横浜市中区の地名。住居表示は未実施で町名は設けられていない。2020年5月31日現在、1189世帯1874人が暮らす。中区の東部、東京湾に面した本木地先の埋め立て地に位置する。北側は本木不登、内陸側は 北から小港町、本木12店本牧原、本木元町、南側は、鴨見町に隣接する。日産自動車専用埠頭や三菱重工業、横浜製作所、日本通運の物流施設など大型施設が立地し、本木埠頭との境界の突端には、本木漁港がある。町の北部には、本木ポートハイツがあり。 同時期に埋め立てられた豊浦町とは異なり住民は1世帯を超える。町の西端を国道357号とその上部に首都高速湾岸線が通る。国道に沿って貨物専用の神奈川臨海鉄道本木線の線路があり、町内に横浜本木駅が開設されている。横浜駅、桜木町駅、根岸駅から町内へは、 横浜市営バスの複数の路線が運行されている。市立小中学校に通う場合、全域が横浜市立本木南小学校及び横浜市立大鳥中学校の学区となる。昭和30年代までの本木付近の海岸線は、大棟港港橋付近大鳥中学校裏、国道357号沿いで、西木町に相当する部分には、海水浴場もあった。 1963年より埋め立てが始まり、1967年11月10日に西木町が新設された。地名は縁起を祝った随称地名である。ありがとうございます。